アメリカ海軍展問題によって出版された2002年の公開年間のページのサンプル公開年間は航海士が海上にいる時に転速工法を使用して自身の船の位置を決定する際に使用する天体の位置が記載された観光物である公開歴とも呼ばれる年間は太陽、月、惑星、分点が頭上にある地球上の位置を1年中1時間ごとに 指定する。選択した57の構成の位置は、運転を基準にして指定されている。イギリスでは、最初の版が1767年に出版されて、以来、HM 公開年間局が公開年間を毎年発行している。アメリカ合衆国では、1852年以来、アメリカ海軍天問題が毎年公開年間を公開している。もともとは、 アメリカ天文公開年間というタイトルだった。1958年以来、ユスノとハナオは両国の海軍で使用するための統一された公開年間である天文年間を共同で発行している。年間のデータはアメリカ海軍天文台からオンラインで入手可能である。他の情報を組み合わせた商業用年間も作られた。その中には、 1877年に創刊し、現在も毎年制作されているブラウンの年間がある。20世紀初頭のサブタイトルは、港とドックのガイド、広告主と毎日の主を見表だった。このような貿易広告と英国海自水路部の許可を得た情報の組み合わせは、有用な情報の要約を提供した。より最近の版では、技術の変化に対応してきた。例えば、 1924年版はコールステーションのための大規模な宣伝をした。アドラード・コールズ・ノーチカルによって出版されているディーズ公開年間は1932年に創刊し1944年のノルマンディー上陸作戦の揚陸艦でも使用されていた。米国と英国の航空年間は航空ナビゲーションで使用するために天体の座標を10分間隔の表にしている。 日本のソキア社が毎年発行していたセレスティアル・オブザーベーション・ハンドブックエフェメディスは太陽と9つの惑星の毎日の座標を10分の1秒単位で表にしていたが2008年を最後に配管となった転測工法によって船や航空機の位置を見つけるとき航海士は6分儀で天体の高度を測定し海洋クロノメーターで時間を記録する測定した高度と 予測される現在位置における予測される高度とを比較する。高度の差分は予測される現在位置が1線から何回り離れているかを示す。ありがとうございます。